皆さんこんにちは、カタリストレーナです。本日は関東いすゞ自動車さんにやってまいりました。そしてね、お隣にいるのは日本特殊ボディの加藤さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。ありがとうございます。で、なんでねここにいるかっていうと、 B カムが新しくなる、そもそものエルフが新しくなりました。そしてね、それを使った B カムが、はい、もうグレードアップしようよということで、はい、私たちミルミルランドを呼んでいただきました。今日はね、その変更点、どんなところがこう変わっていったのかっていうところをね、はい、いろいろお伺いしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。ミルミルランド。でこの B カムをさらにね、進化させた B カムの上に今度新しい車両をつけて、暁というね車両新車発表ということだったので、こちら B カムを見た後に、暁の内装を見ていきたいというね2部構成になっています。なので前半はまずね、こちらのエルフ、新型エルフが B カムになるとどういうものになったのか、そしてその後ろにつくね、お部屋どんな形になっているのかっていうのを全部加藤さんと一緒に見て回りたいと思ってます。はい、ではね、まずどんなところが新しくなったのか行ってみたいと思います。もともと B カムって、はい、そもそもどんな車両だった？もともと B カムはですね、いすゞ様のエルフ、うん、よくトラックでお名前聞いたことあると思うんです、はい、エルフっていう、見ます街中で見ます、はい、そのエルフをいすゞ様とうちで共同でキャンピングカー用に改造した車両を B カムという名前で販売させていただいております。そうなので、はい、いろんなビルダーさんがいる中で、はい、このいすゞの B カムが使えるメーカーさんはなんと日本特殊ボディさんのみになっています。はい、現状今日本特殊ボディ弊社だけが、はい、使わせていただいているような車両になっています。もともとですね、トラックとは違う乗り心地、もちろんキャンピングカーとして、お客様が運転してても後ろに乗ってても乗り心地がいいような、乗用車に近いような乗り心地というのを目指してまして、うんうんうん、足回りの部分を、比較的トラックとは違うような足回りにまず変えております。やっぱり荷物を運ぶのとは違くて、はい、人を運ぶっていう風になったら、そうですね、はい、そこの居住性とか走行性の快適さっていうのはすごい大事ですもんね。はいはい、そうですね、その辺をすごく意識して足回りっていうのを変えております、うん、はい、あとですね、走行充電っていうシステムがあるんですけれども、うん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 、走行をして電気を充電するシステム、こちらをですねキャンピングカー用に大容量のものというのを入れさせていただいております。そうなんですよ。だから、はい、実際にサクラとか、はい、他の、ね、クリスティットアイビスとかもそうなんですけど、はい、乗らせていただいた時に、はい、もちろんソーラーとか、ね、いろいろな外部充電とかもあるんですけど、はい、走行だけで満充電になることが多くって、はい、それがやっぱり他の、ね、メーカーさんのトラック、はい、ベースの車両だとなかなかすぐには満充電にならないなっていう大きな違いを感じてたので、はいはい、そこがやっぱりキャンピングカーとしても優秀なポイント。そうですね、うん、走行の充電が強いということなので、まあ、例えば2日間ぐらいそこに停車していただいてて、まあ、エアコン使ってもらったりとか電気を使った後に2時間ぐらい走行していただくと、またそのバッテリーが満充電になっているっていうような強力な走行充電システムっていうのをうちは組んでおりますので、うん、ほとんどのお客様が、うんうん、外部充電をさしたことがないもう外部充電オプションにしたなぐらいの感じに、私はコードを付属で付けさせていただいてるんですけども、はい、まあ、メンテナンス等で拝見させていただくとコードを使用した形跡が全くないっていうパターンをよく見ますのでそれだけ走行充電が強いような車両っていうので B カムっていう形で出させていただいてます。はい、そんなに特徴があるんですけども、はい、じゃあ今回ね、どこがそこからさらに変更になったのかっていうところを教えてください。はい、ミルランド。まずですね、見た目の部分が、大幅に一新されております。かっこよくなってますよね。そうですね、ちょっと近未来的なというか、はい、まあ、全部 LED になってますし、そこがね LED なんです。はい、かっこいいですね。外装ですね、外装の運転席周りっていうのがかなりスタイリッシュに近未来的な、うん、ちょっとこう今までのトラックっていうような作りからまたちょっと変更されているような作りというんですかね、うんうんうん、非常にかっこよくなってますね、はい、
でここにカメラが2つ来てますね、以前の車両にもついていたんですけども、うん、ステレオカメラというのが2つついてまして、うんうん、こちらで安全性というのを担保していただいております、うん、ブレーキのアシストをしていただいたりですとか、うんうん、そういったあの安全機能というのがB カムは標準でついておりますので、はい、そういったものがこちらでついているような車両ですね、はい、で今はねここにエルフって書いてあると思うんですけど、はい、実際 B カムになるとね、はい、B カムプレートがここにババンって、ねはい、かっこよくつくようになりますんで、はい、感じになると思います、はい、でその安全性能に関しても新型の、まあ、エルフ新型 B カムに切り替わったことによって、うん、さらに安全性能というのがアップしているようになってます。でその辺詳しく説明させていただければなというふうに思います。いいですね。ここが今まで縦開きノブが縦についてたんですけど、うん、今回横になってまして、上からでも下からでもそうこっちからでもこっちからでもどっちからでもこうアクセスできるようになってますね、はい、便利ですね。そうですね、荷物持ったりとかなんかあった時でも自分の使いやすい方で開けていただけるようになってますので、うん、ここも大きく違います、はい、で開けてみました。ででん、おー、雰囲気がやっぱり変わりましたね。そうですね、今まではこうちょっとどちらかというとトラックしてたようなイメージの作りだったんですけども、はい、かなり乗用車に近づいているような内装というんですかね、はい、なってます。そういったような作りになってます。でハンドルも、まあ、トラックとは、まあ、現行は大きいハンドルしてたんですけども、うんうんうん、そちらもコンパクトになって、はい、ちょっと径が小さくなってますんで、そうですね、ここがすごい小さくなってます。はい、小さくなってますね。おー、なのでより乗用車に近い乗り方というんですかね、はい、運転のしやすさになってます。あとこの手元にいろいろ操作ができるようになっているので、はい、ここら辺もすごく嬉しいですね。ここら辺も最近の乗用車と同じ感じがしますね、はい、あーシームレスに割となっているので、はい、ここら辺とかも本当スッと行き来ができる感じですね。みるみるランド、ね、後で走行レビューもさせてもらいたいんですが、あ、いいですね。なんかちょっとしっくりくる。本当にもっとこういう感じのこういうイメージだったし、トラックってだけどもうちょっとこうスマートな乗り心地になってます。 でもここら辺はそんなに、そうですね、やりやすいですし、あとここら辺はねまたこう変えてることもできるのかなと思います。ナビがついてたりとか、ね、あとこちらが一つ特徴の一つで、はい、これ実は運転してる方を見守ってくれるカメラがこちらについてます、うん、嬉しいです、はい、そのね、私よく眠くなるんですよ、はい、ね、はい、一人の時とか危ないなってすごい思うので運転中、まあそうですね、運転中睡魔っていうのはやっぱり運転的としてあると思いますので、そういったのを見守っていただいて、まあ、ちょっと挙動が不審っつったらあれなんですけども、ね、眠気を帯びてるなとか、そうですね、まぶたの動きですとか、首の角度とかを感知して、警報でお知らせしてくれたりとか、うんうん、なんか寝そうだなっていう時は冷風で起きてくださいっていうような、はい、ここ形で、はい、冷風で目を覚ましてくれるっていうような機能とかもついてます。めちゃめちゃ親切ですね。親切ですね。すごい親切です。はい、でやっぱりこう脇見運転とかで事故とかもあると思うんですけど、はい、うね、こうちゃんと首の角度とかでもそれをやってくれるっていうのも、はい、そうですね、すごく嬉しいですね。自分の具合が悪くなっちゃった時も、はい、ここでモニタリングしてくれてるんですよね。そうですね、カメラが、運転してる方をモニタリングしていただいて、うんうん、そういった状況になってるっていう状態ですと、自動でブレーキをかけて安全なところに停車するっていうような機能がついてますので、うんうん、もしもの時にも、はい、うん、安心してお乗りいただけるような車両ですね。そうですよね、そういうのがあるかないかで本当に違うと思います。で自分でもどこかか押すとあれですよね。そうですね、ボタンの操作で同じように、まあ、ちょっと苦しい、息苦しいとか、うん、調子が悪いっていう時はそちらのボタンを押していただくと、自動で、停止してくれるっていうような機能がついてますので、うんうん、それが今までなかった機能の一つ、非常ブレーキっていうところがそういう風になってます。オートクルーズ機能を、B カム、新型 B カムは標準で
つけさせていただくようになりましたので。嬉しいです、はい、なんかねエルフの中でもついてるものとついてないものがあるんですけど、はい、ビーカムにするともう標準でついてきたっていうのが嬉しいですね。新しいエルフの中でもパッケージが、うん、まあ4種類あるんですけども、その中の最上級グレードプレミアムパッケージというのをビーカムで使用することが、決まっております。でそのプレミアムパッケージの中に全車速車間クルーズという名称なんですけれども、うん、はい、あの前の車が発進したら、追従していくようなオートクルーズ機能っていうのが、まあ、キャンピングカー今までついてる車両ほとんどなかったと思うんですけれども、しかもトラック型にこれがついてるっていうのは、はい、そうですね、キャビコンタイプですともう初めてじゃないかなと、はい、思います。だいたいキャンピングカーご使用される方っていうのは長距離走られる方が多いので、あの皆様あの待望されてたような機能っていうのが新しく、うん、はい、オートクルーズがもう最初から標準でつくようになりましたので嬉しいです、はい、でしかもこの走ってる時のレーンを、ね、はい、逸脱しそうになった時に、はい、今までのビーカムでも警告音鳴らして教えてくれてたじゃないですか、はい、そうですね、車線逸脱警報といって、はい、ビーカー出さずにこう行っちゃうと、はい、ちゃんとね、そうですね、警報で注意喚起してくれてたじゃないですか、はい、それは今度そのオートクルーズ機能の中には、はい、じゃ戻してくれる機能が、そうですね、レーンキープアシストといいまして、車線逸脱してますよっていうのを認識するとあのハンドリングを、戻してくれる、真ん中に走ってくれるようにというような機能もついてきます。めちゃめちゃアシストしてくれると思います、はい、今までなかったです。今までなかったですね、はい、はい、なのでより乗用車の、まあ、特に最近の乗用車についてるような、そうですよね、はい、車両としていい車についてる乗用車についてる機能がここに来たよっていう、そうですね、はい、そういったものが、はい、ついてますので、はい、でさらにそのあの追従もそうなんですけど、はい、ブレーキングがなかった時に、はい、そうですね、あの、うん、ブレーキのアシストっていうのもともとついていた機能ではあるんですけれども、うん、今までは正面の、ブレーキに対してのアシストっていうのがついてたんですけれども、はい、今度あの交差点等での右左折時に対してもブレーキのアシストっていうのがつくようになりました、うんうん、やったー。そうすると本当にねちょっと緊急な時にも踏んでくれるっていう、ね、はい、自分をサポートしてくれるっていうのと、はい、でさらにあのやっぱり大きな箱を運転するので、はい、右左折の時特に左側だとは思うんですけど、はい、死角ができやすいっていう、そうですね、はい、メリットがあると思うんですけど、はい、そこさらにあそういったところもあのレーダーで感知して、はい、ブレーキのアシストっていうのをしていただけるようになりましたんで、はい、安心してお乗りいただけるんじゃないかなと。それをちゃんと教えてくれるのがライトもつくっていう、右左折時に、人とか障害物とか検知します。こちらのここのライトですね、うんうん、下ここがつくようになってまして、はい、こちらのライトで、まあ、警告していただけるようなっていうのもついておりますので、うんうん、さらに安心して、そうですよね、はい、安心してやっぱり死角のところをねカバーしてくれるっていうのは、はい、やっぱりこの大きな車体を動かすときにはすごい安心できます。そうですね、みるみるランド今ねちょっとね席交代してみました、はい、運転席も良かったんですけど助手席もやっぱりいいですね。そうですね、うん、今あの乗っていただいている車両っていうのは標準キャブと呼ばれる、車両になってます、はい、新型のビーカムで、お客様にご提供するのはハイキャブになりますね。もっと室内の高さが広くなっているような、確かに、はい、今までお借りしてたサクラとか、はい、あのクリスティッドアイビスとか、はい、もうちょっと高かったですね。そうですね、頭の部分がもう少し高いかなと。余裕がありました、はい、ありました。そちらの車両になりますので嬉しいです。それも標準、はい、標準ですね、はい、ビーカムなので、はい、はい、でさらに走りがもともと良かったじゃないですか、はい、そうですね、はい、変わったよっていうところで、そうですね、今まではギア、肉でいうと6速までだったんですけれども、はい、そちらが今度9速まで、すごい3つ増えましたね。そうですね、すごいですね。今まではあのシングルクラッチっていうようなシステムだったんですけど、うん、今後あの新型ビーカーダブルクラッチシステムというものになりまして、燃費の向上ももちろん、なっておりますし、うん、今までギアとギアが切り替わるときにどうしてもちょっとタイムラグがあったりとか、そう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 、若干のもたつきっていうのを、まあ、お声があったんですけども、うんうん、もうそちらがほとんど改善されて、ほぼ乗用車に近いようなオートマとして乗れるような車両になってますので、うんうん、そのあたりも大きな変化の一つかなというふうに思います、ね、そうですね、ダブルクラッチにすることによって、はい、切り替えの時にうまいこと、はい、
1個がクラッチ踏んでる時にもう1個が稼働してっていう形でこう、そうですね、急速になっていく時にすごい滑らかだっていう、はい、滑らかな乗り心地になってます。後ほど試乗していただいて、乗り心地とか見てもらうとすぐ分かると思うんですけども、うん、ギアがこう切り替わる時のレーラグっていうのがほとんど感じないで乗っていただけるようになってますんで、そのあたりもよく検討材料の一つかなと、うん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 、新しくなったビーカム楽しみにしていただければなと思います。はい、わかりました、はい、じゃあ後でそれ試乗しながらねちょっといろいろぜひ、はいはい、乗っていただければ体感してみたいと思います、はい、いろんなねモニタリングがあったと思うんですけど、はい、なんと標識のモニタリングも今度してくれるようになったって、はい、速度、うん、まあ規制50キロ規制とかの速度の、標識っていうのを認識してですね、そちらに合わせて、車が自動的に速度調整をしてくれるというようなものが、もちろんオフっていうのもありますんで切ることもできるんですけども、安全性を考慮してその速度に合わせて走行の、速度を変えてくれるっていうようなシステムもついております。嬉しいですね。そうするとやっぱり本当オートクルーズに付随してじゃないですけど、はいはい、かなりそういったところで運転をサポートしてくれるそうですね、いろいろついてるので、はい、やっぱり安心安全っていうのがもともとあったし、はい、あともともと後ろがねダブルタイヤっていうのもすごく、はい、いすゞさん早かったと思うんですそうですね、はい、そこにいろんなこう手を返しのおかえりじゃないですけど新しいね、そう、嬉しい機能が増えてきたので、うん、さらに安全に行けるっていうのが大きなメリットですね、はい、今までのビーカム自体もすごく安全性とかすごく意識して作ってた車両なんですけど、うん、もう一段階上のランクの安全性とかっていうのを実現しているような車両かと思いますので、うんうん、ご購入いただくお客様にはもう本当に安心してお乗りいただけるんじゃないかなと思います、うん、はい、やっぱりキャンピングカーといえば、はい、季節問わずいろんなところに行きたいなって、はい、そうですね、はい、そういった時にやっぱり車の仕様がちょっと、はい、以前のB カムもそうだったんですけれども、また今回の新しい B カムも寒冷地仕様という車両を使用しておりますので、寒い地域ですとか北海道ですとか青森ですとかそういった寒いとこ雪山とか行かれても安心して使っていただけるような車両になってます。ありがとうございます、はい、あとまた1個新しい機能がついているということで、はい、ヘッドライトなんですけれども、うんうん、ハイビームにしているところ、まあ、暗い時とかにハイビームされること、はい、あると思うんですけれども、うん、ハイビームにしてて対向車来た時って対向車のことは結構眩しかったりとか、そうそうそう、で、はい、ゆっくりしてると消し忘れてあごめんなさいみたいな、ね、そうですね、はい、ずっとつけて迷惑かけちゃったりとかっていうのがないようにですね、車がカメラで自動で対向車を認識して、うんうん、対向車には眩しくないような、ヘッドライトの挙動っていうのをしていただけるような機能がついてますんで嬉しいですね、はい、そういちいち、ね、切り替えなきゃいけなくってなんかぼーっとしてると、はい、あっていう、そうですね、暑すぎちゃったみたいな気があるので、はい、そういうのもやってくれると、はい、今度自分の運転が楽なだけじゃなく、あ、ね、相手も楽になって安全性も高まりますし、はい、そうですね、でなんか人に対しても優しいっていうのもすごい嬉しいですね。そうですね、運転する自分だけじゃなく対向車とか、まあ、全体の周りを気にして安全性っていうのを高めるような機能がついてますんで、うん、まあ、そういったライトの一つにとっても運転する方はそこまで気にせずに運転できるんじゃないかなと思います。はい、すごくね楽しい車両になってます、はい、みるみるランドエンジンかけてみたいと思います。こんな感じで手元にある、ね、ボタンで操作することができます。いろんなメニュー車両そこでいろいろ操作ができると、はい、ブレーキランプとか本当になんか乗用車っぽいですね、うん、かなり乗用車ですね。であとびっくりしたのがここですね、はい、いつもここブレーキがこう引っ張ってたじゃないですか、うん、それがここパーキングが今度こういった形で電動になってます。あ、スマートになってるんだ。そう、なのでオフにすると自分でブレーキングしながらだとここで押してあげることによって、うん、もうしっかりとここね邪魔だったんですよ。そうですね、そうこれがねないだけでかなりオフになりました、うん、じゃあね、ちょっとレビュー走行させていただきたいと思います。はい、では上げていきます。ドキドキです。あ、
走り始めはすごいスムースですね。いい感じですね。ちょっとドキドキしますね。なかなかトラックを運転するという。結構しっかりこの音しますね。カチカチウインカー、ウインカーの、はい、ウインカーの音がします。結構ね、周りが効くのが大きな特徴だっておっしゃってました。うん、スムースですね。ここ40キロ道路なんですけど、あのギアがすごいこう切り替わるっていうよりも、うん、あ、すごいスムース、なんか滑らかですね。すごい、ちょっとね、今道自体がちょっとボコボコしてるのでそれはあるんですけど、このなんだろう、切り替わりが本当乗用車みたいな、オートマ車、なんかあのギアの切り替わりのあのガクガクっていうのが全然ないないですね。割とね、元々のビーカムだったエルフもあの割とスムースではあったんですけど、どうしてもね一回こうなる時もあったんですよ、うん、確かに。だけど今はないですね。でちょっと軽く踏んでも、まあ、後ろも全然積んでないですし、ものすごい走ります。でやっぱりこのちゃんとなんだろう、道の真ん中を走りやすいですね。うん、うんうん、あ、これは気持ちがいいですね。なんか助手席乗っててもすごい滑らかっていうのが分かります。そうですよね、うん、ブレーキはどうでしょうか。ブレーキング今ちょっと何回かに分けてかけてますわ。まあ普通に止まりますね。ちゃんと止まります、しっかりと止まります、うん。あ、でね、ちゃんとね、運転支援システムっていうのが今ね、うん、こう画面がパッと切り替わってブレーキングの時に出てきたりとかするんで、うん、でね、あとここ 40km でこう走りますよっていうところなんですけど、それもちゃんと認識してくれてるのが、うん、このね、簡単なモニターのところで分かるようになってますね。標識の認識がちゃんとしてるっていうのと、あと目のマークみたいなのがついてるので、うん、多分それでね、私が寝てるかどうかをかなり見てくれてると思います。まあ、前と車間が空いたので踏み込んでみたんですけど、うん、それでも非常にスムースに段階していくので、うん、本当オートマと変わらないですね。そうっすね。うん、すごい。今ね、あのちょっと標識変わったので、うん、あの60キロまで出してみたんですけど、全然スムースです。みるみるランド。ということで、先ほどの新型エルフ、そしてそれがね、スペシャルなビーカムになった時に乗ってくる後ろのキャブコンのお部屋の中を見たいんですけれども、はい、これからね、実際に作っていくっていうことなので、はい、どういうモデルかを今度加藤さんに詳しくお伺いしていきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。一応ですね、基本的に先ほど見てもらった、新型エルフの車両、もちろんビーカムという弊社のキャンピングカー専用の車両に、仮装させていただくんですけれども、はい、そちらに乗る車両というのが、この今までアイビスとして、はい、クレスティットアイビス、そうなんですよ、知ってます、私すごい好きな車両です、はい、ありがとうございます。あの弊社でレンタル車両として、使ってた車両になるんですけれども、はい、アイビスという車両を一般のお客様向けに販売する車両、新しい命名で暁という車両になります、はい、そう、結構ねお問い合わせもあったとか聞いていて、はい、で、はい、さらにこのアイビスのいいところはレンタルなので、初めてキャンピングカーに乗る方たちが戸惑わずに、はい、そして快適に乗れるよっていう開発をしたよっていうのを聞いてたので、はい、確かにそれ皆さん欲しいなって思う。そうですね、あの正直言うと、アイビスを一般売りしてくださいっていうお問い合わせがすごく多かったんですね。あ、やっぱりそうだったんですね。そうなんですよ、やっぱりサイズ感であったりとか、はい、使いやすさだったりとか、うんうん、価格帯とかっていうのもまあもちろんあるんですけれども、はい、そういったのを全部考慮して一般売りしてほしいっていうご要望が多かったので、弊社としては満を持して新型の、Bカムにアイビスの車両を乗っけて暁という形で販売させていただこうと、はい、いう流れになりました。やっぱりあれですよね、はい、ビーカムがすごい人気の日本特殊ボディさんなので、はい、
そこで新しい新型にアイリス乗っけちゃおうよ、はい、そうですね、はい、お客さんの言うこと聞いちゃおうよ、さらに喜ばせちゃおうよっていう作戦ですね。そうですね、あのやっぱりサイズ感がこう5メートルを切るサイズ感、うん、で横幅も2メートルを切るサイズ感で取り回しがすごくよく、レンタルしてる方でも、まあ、初めてキャンピングカー乗る方でも扱いやすいっていうサイズ感でありましたので、まあ満を持してあの一般販売という形で暁という名前に変わって販売させていただきますんで、あじゃあもう早速ちょっと外観から拝見して、はい、そうですね、いってよろしいでしょうか。もともとこれはまだあのアイビスのままなので、はい、まだちょっとあの暁のご準備ができてないので、アイビスを見ていただいて、ちょっと変更点とか、うん、そういったところをご説明させていただければなと、はい、思いますんで、よろしくお願いします。じゃあまずはバンクベッドから、はい、しっかりとバンクベッドはあって、そうですね、あの、うんうん、バンクベッドの方もあの就寝2名様取れるぐらいで高さもありますんで、まあ、バンクベッド入った時の圧迫感っていうんですかね、うんうんうん、そういったものもあのなるべくないような車両という形になってます。はい、ありがとうございます。ちゃんと、ね、窓がついてるのもすごく嬉しいです。はい、窓もついて、で桜と違って横のスライドドアになってます、うんうんうん、桜はこうそうですね、上に開ける、はい、フラップ型の、はい、ノーマドになる、ね、スライドでやっぱりこういうのは安全面を考慮したりとかっていうので、あの初めて使う方でも安心して使えるようにっていうのでスライドドアで、そうですね、はい、つけておりますので、あの壊れにくさもありますし、丈夫さも、はい、直感的に使いやすい、使いやすいですね、はい、すごくあると思います、はい、うんうん、でだけどちゃんとね、アクリルの20窓にはなってるので、はい、ちゃんとね防音とか断熱っていうものも考慮されたのがついてるので、はい、嬉しいです。ありがとうございます、はい、でちょっとねドアは後で拝見するんで、はいはい、またちょっと、はい、でここはまた変わると思いますが、そうですね、今、アイビスの、デカールですね、はい、ついてるんですけども、こちらも暁という名称に変更になって、まあ、デザインはちょっと今、検討中なので、はい、どういったのがつくかのちょっとお楽しみにしていただければなと、はい、思いますので、よろしくお願いします。でさらにその上にこちらも、はい、横開きで、これのいいところは走ってる時にちょっと開けができたりとかするんですよね。そうです、まあ、ごめんなさい、あんまりうちは推奨はしてないんですけど、危ない危ない、本当はいけないんですけど、はい、まあ、でもこの縦開きになってしまうと、そうですね、はい、必ずこう風当たりが強くなってしまうんですが、そこがねまたあのやっぱり開け閉め忘れたりするじゃないですか。そうですね、忘れてしまった時のリスク回避にはもちろん、はい、なってるなって思います。そうですね、そうですよ、あのやっぱりね、使ったことないとどうしても上のベンチレーターとか、はい、この窓の、そうですね、開け閉め忘れてスタートして走り始めちゃったりするじゃないですか、はい、それがすごいいい感じです、ね、初めてのキャンピングカー使われる方にあるあるなのが窓の開けっぱなしだったりとか、うんうん、まあ、電動ステップある車両だと出しっぱなしで走っちゃったりとか、あとは外部充電の線差しっぱなしで出ちゃったりとか、そういったのもあるんで、はい、まあ、そういったのも全部考慮されて作られている車両なんで、はい、あの安全性に気を配っているような車両になってますんで、うんうん、初心者に嬉しいですね。そうですね、使いやすいと思います、うん、でこちら後ろはリケッジのスペースになっ てますね。くるくるくるっと回 していただいて、キャッチがついてますんで開けていただくとここにはまるようになってますんで、でこちら下側がラケッジルームになっていて、はいはい、こちら2室ですね、うん、でやっぱりある程度こう限られたこう幅の中で作る中でこう2段ベッドでも使えるような形に今回はなってます、はい、これもやっぱりたくさんの人が、ね、乗れるっていう、そうですね、あのファミリーの方ですとか、うん、あのたくさん就寝できるようにというので2段ベッドが標準で、なってます。でさらにこちらも外せるようになってますんで、はい、荷物のまあ拡張ですね、高い荷物乗せたいときには高い荷物も乗せられるような仕様になってます。そういうのも選べるのがねすごく嬉しい。そうですね、はい、スポットによって、はい、ありがとうございます。さあさらに後ろ入っていきますと、はい、こちらです。あ、これダンパーついてるタイプですね。はい、ダンパー付きですね。すごい今スーッと開きましたし、しかもこうしっかり開けっぱなしにしといてくれるので、いちいちこうね苦労しなくていいっていうのがいいですし、止めなくてもこの上げただけで上がってくれるっていうのがすごい楽ですね。はい、自分で押さえて荷物こう出し入れする必要もないですし、うんうんうん、もうあのダンパーの機能で。ダンパー便利です。でさらにここから見ると分かるんですけど、中からもここのね2室にはアクセスできるようになっているっていうのが嬉しいですね。はい。で後ろも窓ここはついてるんですね。はい。
はい、上段ベッドの窓になりますね。はい、ありました。でちゃんとねカメラもついてるのでバックする時とかにも安心してバックができるようになってます。一応こちらの方にですね、はい、家庭用エアコンの室外機、こちらに搭載させていただきます。一応普通のお客様が開けるようなことはまあないとは思うんですけども、メンテナンス等で弊社が開けたりとか修理の時に開けたりとかするような場所になってます。はい、わかりました、はい、でここのロゴマークも変更する予定です、はい、変更なってます。でさらにこちらがメインの、はい、ダイネットの窓ですね。ダイネットの窓が付いてる。ここもね実は開けられるようになっていて、ここからはガソリンの出し入れをするような、はい、肉の車両になりますので燃料タンクとアドブルーを、はい、こちらから給油していただくような場所になってます。わかりました。でもう一回バンクベッドの上にも、もう、はい、窓がついているという形ですね。でここのねフェイスはやっぱりビーカムはついてくるんですが、ちょっとねさっきのかっこいいスタイルに変わるよと、ね、はい、先ほどご説明させていただいた車両に変わってのご提供という形になりますんで、安全性能も上がってますし、はい、快適性もさらに上がってますっていうような車両ですね。はい、嬉しいです。このドアなんですよ、私今までのサクラとドア違うなっていう、そうですね、的なんですが、ドアに関してもやっぱり厚みもありますし、丈夫なドアっていうのを使わせていただいてます、はい、うん、でキャッチもついてますんで合わせていただくと開閉できるような作りですね、うんうんうん、で今こう全部開けていただいてるんですけれども、はい、ここでねしっかりと網戸を使った形にもできるので、風だけね取り込むことができるっていうのもちゃんとついている。はい、はい、嬉しいです。この辺の丈夫さ大事ですよね。そうですね、やっぱりレンタルでいろんなお客様が使われてそれにも耐えられるようなものっていうのももちろん考慮して作ってますんで、はい、丈夫さっていうのも暁には備わってるような車両ですね、うん、はい、じゃあ邪魔したいと思います。はい、お願いします、はい、おお、おしゃれです。みるみるランド今ね入ってきてセカンドシートにやってきました。でまずは乗車定員と就寝定員から教えていただけますでしょうか。はい、乗車がですね運転席、助手席、真ん中の席3名ですね、はい、で後ろに、セカンドシートと呼ばれるシートに2人、はい、ここで2人、サードシートに2人、全部で7名様の乗車が可能ですね。できるんですね、はい、すごい嬉しいです。しかもこの後ろ側だと3点シートになるので、はい、お子様チャイルドシートが必要だよっていう時も使えるような、はい、そうですね、になってるってことですね、はいはい、で私の後ろ側がバンクベッドになっています、はい、この辺になんか変更があるかもしれない、はい、そうですね、ちょっと今設計段階なので、はい、今こちらダンパー式になって、こう下げたり上げたりするような仕様なんですけども、ちょっと暁はこの辺りをちょっと今改良している段階なので、ちょっとそちらは、仕様はちょっとお待ちいただければなと思います。もしかしたら引き出し式になる可能性もある、はい、ありますね、はい、バンクベッドのサイズなんですけれども、はい、188cm、はい、177cm っていう形で、うんうん、バンクベッドでいうと就寝が3名様取れるぐらいの、ね、はい、大人3名いけちゃいますね。そうですね、大人の方でも3人寝れるスペースっていう形になってます、うん、で高さも結構ありますので、はい、広々と使えるようなバンクベッドになってますね。じゃあちょっと私寝かせていただいてもよろしいですか。はい、もちろんです。だとで上がるときは普通にここに足かけちゃって、はい、大体こっちです ね、 ここですね、もうこっちでこれ乗っちゃうと、まあ全然真ん中らへん乗ってもらえば大丈夫なんですけど、そうですね、基本こんな感じがいいと思います。これだといちいちラダーをかけなくていいっていうのが、そうですね、すごい楽ちん、やっぱり初めて使う方とかにも使いやすいようにできてますんで、うん、そういった何かを設置して登るとかそういうのもなく、うん、そうですね、そのままお乗りいただけるようになってますんで、はい、そうするとこんな感じで広いいやこれはもうなんかいいですね。やっぱりここをそのバンクベッドにしたらしっかりと高さがあるので、やっぱり圧迫感もずっと少ないですし、あとこう寝っ転がって寝返り打つ時とかもやりやすい感じになりますね。でさっき言ってたこのね窓もしっかりと見えて、この感じで操作もすごく簡単にできるので、もうほんと直感的に使えるっていうところがすごくいいなって思います。であとここにライトですね、この結構ねヨーロッパ系によくついてるライトなんですけど、おしゃれで、で自分のところでこうオンオフができて
で夜の夜行灯も使える。こんな感じで照明も2箇所こちら側と向こう側にあります。2人乗車ですけどかなりゆったりとした席で、なんか大人3人くらい余裕で座れそうな、はい、感じはちょっとしますね。贅沢に2人で座れる。でしかもここもベッド展開して後ろにはね2段ベッドもあるので、7人で移動してさらに7人でお食事とか楽しんだ後寝られちゃうっていう。そうですね、あの行った人数と同じ就寝人数確保してますんで、7名様で行って7名様寝れるというような作りになってます。なんかやっぱりあの結構キャンピングカーって乗車人数に対して就寝人数ちっちゃくなるパターンが多いじゃないですか。そうですね、はいはい、それが漏れなくみんなで寝られるっていうのがすごい嬉しいですね。そうですね、あのご家族で行ったのにお父さんだけ外とかテントの中とかっていうのはないようにそうですね、はい、そうですよね、はい、皆さん寝れるようになってますんで。で私のねこの足の下に 100V の電源2口あるので、こっち側の人たちもちょっとこういろいろあの充電とかしながら使えたりっていうのもすごくいいですし、あとこのリビングスペースですね、ここにテーブルしっかりと大きめのがあって、でさっき拝見した外の窓ですね、ここも本当こうつまみになってるんですね。でこのつまみを開けてあげてクッと押してあげるだけでこんな感じで開くので、本当にこう説明されなくてもどうやって開けたらいいんだろうとか不安なく使えるのと、あとやっぱり丈夫ですよね。そうですねこれは、はい、でアクリルの二重窓になっているので、ここもねしっかりと防音断熱ができるように、あとライトがこことそこに一箇所とここにもありますね。ここはすごいムーディーな間接照明になっています。でさらに上にも間接照明があってここですね、はい、結構深めの感じですね。こんな感じで結構深めに、で高さもしっかりあるので、ここはかなりいい感じの収納のスペースになってます。やっぱりこの一番この居住空間にいるときに使いやすいところですよね。なのであると嬉しいところです。ここ入ってきてすぐのところに冷蔵庫あったんですね、はい、そうですね、入ってすぐ左側に冷蔵庫が、ついております、うん、こちらに冷蔵庫ついてることによって、例えばバーベキューとか外でする時も、はい、外から冷蔵庫にすぐアクセスできるっていう、はい、使い方になりますんで、うん、もちろん室内でもすぐ、冷蔵庫として使えますし、うん、バーベキューの食材を中に入れとけば外からでもすぐ食材を取り出せるっていうような作りですね。そこの位置だと本当買ってきてすぐに詰め込めちゃう。そうですね、はい、結構嬉しいですし、靴脱いで中まで入って冷蔵庫っていう仕草がなくなりますので、はい、冷蔵庫何リットルぐらい入りそうですか、ね、はい、これが一応88リットルの、冷蔵庫噛んじゃった、はい、88リットルの冷蔵庫になってます。はい、ありがとうございます。冷凍庫もついて、上に冷凍庫が、はい、ついてるタイプですね。このテレビモニターは、はい、こちらオプションになるんですけれども、うん、はい、テレビをこちらに設置することもできるようになってます、ね、そうするとみんなで囲みながらしっかりと、はい、テレビもご覧いただけるような、はい、でさらに今ずっとねつけていただいてるんですが、はい、家庭用エアコンがついててすっごい涼しいですね。三菱の、霧ヶ峰で6畳用ですね。で塩害対策されてるエアコン使ってますんで、安心してお使いいただけます、ね、はい、使えるってことですね。これはオプションでついてくる、あ、はい、オプションになります ね、 ですね。でさらに加藤さんの頭の上の部分がスイッチ系になってるんですね、はい、もう直感的に使えるように、一般的なキャンピングカーに比べてスイッチの数も少なく、極力少なくしてますし、はい、もう書いてある通りの電気の使い方っていうんですかね、使えるようになってますんで、こうやってちゃんと番号を振ってくれて、何なのかっていうのが分かるっていうのもすごく親切ですし、本当にお家にあるようなスイッチと一緒なので、もうオンオフが言われずとも分かる。そうですね、はい、でさらにこの右側にボルテージ、はい、電圧計がついてて、プラス、100V のインバーターのスイッチになってますんで、電圧計で残量をあとどれぐらいかなっていうのを参考程度に見ていただくこともできますし、リチウムにしていただくと、リチウムのその残量っていうのはアプリ、携帯のアプリで見れるっていうふうになってますので、
そちらを見てもらえれば、はい、みるみるランド。私の大好きなキッチンにやってきました。キッチンのスペースしっかりとってありますね。そうですね、あの真空がついてて、さらにその横に作業スペースとしてこれだけ の、うん、あのスペース確保してますんで、うん、あのまな板作業とか洗い物した後の乾かす場所とか、うん、しっかり確保されてる、うん、キッチンスペースだと思いますので嬉しいです、はい、でさらにここ影になるかもしれないですけど、100ボルトが、ね、3口ついてます。ここですね、100ボルトが3口ついていることによって、ここでお湯沸かしたりとか、それこそあの電源で充電したりとかもしやすくなっていますね。でちゃんとライトも明るく使えるように2つもついてますし、ここがディディン、はい、左右に開くタイプの収納ですね。いいな、え、これいいですね、イージークロージング。あ、そうですね、閉めるときは、はい、まあ、最後だけちょっと押してもらう形になるんですけど、はい、こんな感じで、でちゃんと家庭用の電子レンジも、はい、ついてます。これはオプションになるんですかね。あ、家庭用の電子レンジはもう標準で初めからついてますんで、必需品ですよ ね。でやっぱりこう窓ね見ながらしっかりとお料理したいなっていうのと、ここもね開け閉めが楽なタイプの横開きのタイプですね、はい。でここちゃんとさっきね他のところではやらなかったんですけど、でこれで網戸になって風だけ来ることもできますし、夜になったらここをしっかり閉めてあげて、しっかりプライベート空間を確保することもできるようになっています。とここを外してあげて、こんな感じで操作もすごい簡単ですよね。そうですね、本当初めての方でも直感的に使いやすいような仕様かと思いますので、うんうんうん、うん、ですね、私の大好きな引き出し系です。収納がもうカトラリーとか、はい、いろいろ、あ、でもこれ閉まっていく時がすごい気持ちいいですね。あ、そうですね、閉まりの時はスーッと、これはこれがここもちょっと今開発中なんですけど、はい、ベッド展開をする時の受け、受けですね、はい、になってます。ここまでベッドにできますん で、それの受け、まあ、こちらはちょっとまだ改善いろいろと、している最中なので、一般向けの個人様に販売する時にはちょっとまた仕様が変わってるような作りになりますね。わ、はい、かりました、はい、でさらにまだ、はい、でも収納がついてます。結構収納たっぷりで嬉しい。そうですね、なんでこの辺りはちょっと一般の個人様向けになるときにはちょっと変更があるような箇所になるかもしれません。うん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 、あと色とかその、はい、そういった変更もある。あ、そうですね、今あの家具の色がどちらかというと茶色っぽいような色をしているような、そうですね、カラーリングなんですけども、うん、暁に変更になった際にはグレーっぽいような、ちょっと最近流行っているようなグレーっぽい木目調っていうんですかね、うん、っていうようなカラーリングに変更になってたりとか、シート生地の色もそれに合わせたシート生地になってますんで、はい、ちょっとあのまた全体的に雰囲気がちょっと変わるかなっていうような感じですね。嬉しいですね。じゃあここですね、給排水タンク、はい、2つついてますね。これ20リッターぐらい入りそうな大きなものが入ってます。でさらにこちら側にまだスペースがあるので、ここもじゃあ収納みたいな感じで使える。あ、そうですね、あの使ってない空いてる場所はもちろん収納としてお使いいただいて構いませんので、うん、本当に分かりやすいです。でこちらがディリン置きさせてもらいます。はい、ちょっと今物がいろいろ入っちゃっててあれなんですけども、マルチルームとしてご使用いただけるようなスペースになってますね。物置として、今みたいに物置としてお使いいただいたりとか、洋服かけるハンガーかけていただいて、クローゼットとして使っていただいたりとか、ラップ式トイレを置いて、トイレとして使っていただいたりとか、さまざまな使用方法ができるような場所になってます。はい、結構ちゃんとライティングもあるだけでなくあのちゃんと蓋のある収納スペースとかもあって、はい、結構こだわった感じ。そうですね、はい、でさらに私の後ろがベッドのスペース、はい、2段ベッドのスペースになってますね。あ、でこれ下だけじゃなくて上も羽根上げて、はい、外せるようになってますので、できるんですね。はい、じゃあもうあの例えば6人で移動するよとかになった場合は、はい、ここを抜いちゃって、はい、で下だけで寝るみたいな。あ、もちろんそうですね、そうすると下で寝てる方も上の圧迫感がなく寝れたりとかっていう風になりますんで、うんうんうん、そうですね、はい、逆に下抜いてあげると今度上に寝てこう荷物荷室としてを広く使うみたいなこともできちゃう、はい、できますね。でちゃんとライティングもすごいされてますし、はい、で上は窓もあったりとか、あとこちらにやっぱりライトがあるので100ボルトの
コンセントが3つ口あるので上下にありますね。なので快適に過ごせるような感じですね。ミルミルランドということで、すっごいやっぱり使いやすいですね、はい、ありがとうございます。シンプルですよね。そうですね、あのレンタルで運用させていただいてたアイビス、うんうん、こちらの改善点ですね、レンタルした時にこここうした方がいいとか、さまざまな改善点を改善して暁という車両で販売いたしますので、あのさらに使いやすくなってたりとか、満足いただけるような車両になって、あの一般のお客様に販売という形になりますので、はい、嬉しいです。でなると気になってくるのが、はい、新車のBカム、はい、でさらに、はい、アイビス乗っかるといくらになっちゃうんだろうっていう、はい、ですね、今、新型Bカムの、金額っていうのは正直まだ発表されてないんですね。あ、そうなんですね、はい、エルフから、新型エルフから新型Bカムっていう変更で金額っていうのがまだちょっと定まってない時期ではあるんですけれども、今であれば肉で1190万円からという形で弊社の方で販売スタートというふうにさせていただいております。すごい、新型Bカムで安全性能も上がって、うん、オートクルーズもついて、はい、でそれでいて後ろの電気も充実しているような車両で、うんうんうん、1190万円からスタートという形になりますので、かなりお買い得に、あのご納得いただけるような車両なんじゃないかなというふうに、思っております。嬉しいですね。もともと走行充電とかもビーカムってすごいいいってお聞きしてるので、はい、そういったもともとの車体が良くなった上に、はい、この使い勝手の良さ、そうですね、はい、もともとのビーカムが、まあ、あの走行充電のシステムというのが、24V 90A っていう走行の充電するシステムというのもすごく強いものを載せてまして、うん、近年あのキャンピングカーってエアコンを長い時間使えるように、この猛暑とかにもあの対応できるようにエアコンの稼働時間っていうのが結構重要なポイントの一つにもなってきてまして、そうですよね、それにはやっぱり大容量のバッテリーを載せる必要があって、はい、でそれを今度は充電するためのシステムっていうのが大事になってきているというの で、うん、 そうですね、はい、でその充電のシステムというのもあの走行充電でかなり強い充電システム入れてますので、うんうん、あのお客様はほとんどうちの車両買われた方は外部充電っていう線を指したことがないっていう方がほとんどなので、それがすごいなって思います、はい、そうですね、うん、あの1日2日電気使っていただいてエアコン使ってつけたままで使っていただいて 2,3 時間走行すると満充電になっちゃってるっていうようなお話よく聞きますんで、うん、もう何も気にすることなくあのお家と同じような使い方していただけるんじゃないかなというふうに思っております。嬉しいです。こちらの暁、はい、どんな方におすすめになってきますか？そうですね、あの初めてご使用になる方、うん、もうレンタルで、初めて使われる方とかよりも作っているアイビスを元に作ってますんで、うん、初めてキャンピングカー検討される方ですとか、あの家族がたくさんいらっしゃる方ですね、はい、2段ベッドで7人移動の7人就寝になってますので、うん、大家族の方にもお使いいただけますし、あとあの重要なのがエアコンの稼働時間というのが結構長く使えるようになってますんで、はい、ペット飼われてる方とかワンちゃんが暑さに弱いとか、確かにそういったこともございますので、うん、そういったあの様々な方に使用していただけるような車両として作ってますので、うんうん、結構オールマイティーにいろんな方が、そうですね、はい、ご使用いただけるんじゃないかなと。本当にもうなんか家族でいっぱい使ってても、はい、でその後あのご夫婦2人になっても長く使える車体じゃないですか、そうですね、はい、なので本当2人になっても使えるし、はい、贅沢にそうですね、でワンちゃんとかね一緒に、はい、連れても行けるので、ね、長く使えそうな、そうですね、もう正直言うと、まあ、車両だなって思いました。エルフもフルモデルチェンジして、うん、一生お使いいただけるような車両なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、もうこれ1台あれば本当にこう、ね、お子さんがまだちっちゃくて、はい、出かけたいよっていう時から、はい、自分たちがもうちょっと定年になってからも、はい、もうかなりトラックってそもそもすごい走るようにできているし、ね、はい、しかも安全性能今最新のものが乗ってるってことなので、はいはい、嬉しいです。そうですね、はい、今まであのキャブコンとか、まあ、あのキャンピングカー全体的に言えることなんですけど、オートクルーズがついてるっていう車両ほとんどなかったんですよね。そうですよね。でキャンピングカーってやっぱりこう遠出したりとかいろんなところに出かけて使いたいっていうお客様が多かったので、うん、ご要望としてやっぱりオートクルーズ機能っていうのが欲しいっていうのがすごくありましたので、はい、そうですね、もう
本当ね、ちゃんとブレーキングもしっかりしてたりとか、はい、あと私みたいにちょっと運転中眠くなってる人にも安全を喚起してくれたりとか。そうですね、最新の安全装置ついてますんで。でやっぱり大きい車体なので見えないところでもあのここに人いますよって教えてくれるランプがあったりとかっていう、もう本当にすごいなって。もう走りがもともと良かったのが断然こう格段に上がって、そうですね、他の車両ちょっと頭一つ二つちょっと見ちゃったのかなっていうぐらい。それはもう、はい、そうですね、はい、車両側が、はい、そうですね、うん、もう安全性能も上がって快適もさらに快適になって、うん、なんでもう年齢問わずずっとお乗りいただけるような車両かと思いますので、ぜひご検討いただければなと。じゃあ最後にみるみるランドをご覧の皆様にメッセージお願いします、はい、ありがとうございます。今回暁ですね、アイビスを一般のお客様にも販売できるということで、弊社満を持して、車両販売させていただきます。どんな方でも、ご使用いただけるような車両として、販売しておりますので、金額的にも比較的、まあ、リーズナブルな、金額でやらさせていただいているつもりですので、ぜひご検討いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、気になる方は、ね、概要欄の方に、ホームページの URL 貼っておきますので、そちらの方からお問い合わせぜひしてみてください。今日は加藤さんいろいろ教えていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。